じゃあ、とにかく命に関わるような病気じゃないんだね。よかった。それを聞いて安心したよ。何言ってんのさ。ミクも帰っちゃったし、あんたがいないと退屈なだけだよ。はん、誰が。またサボりですか。ああ、そうですか。くれぐれもみんなの邪魔をしないように気をつけてくださいよ。